大家好，我是谢多美娜。皆さんこんにちは、多美娜です。はい、今日は一日 Vlog 撮っていきたいと思います。なんかすっごく今日は忙しいので、もう若干遅刻しないかヒヤヒヤしてるんですけど、まず最初はエステに行きたいと思います。では行ってきます。ということで着きました。今日はこちらオアシスリゾートスパの中の4階のナインさんっていうところに行きます。デトックスサロンなんですけど、めちゃくちゃ汗かくらしくって、すっごい有名なのでめっちゃ楽しみです。今日まだ11時なんだけど、このあと2時から美容室があるので、その前に終わるかな。終わるといいな。どうだろう。じゃーん、かわいい。すごい壁がかわいい。今日はこちらにお邪魔してます。はい、終わりました。めっちゃ汗かいた時にすっごく寝ました。なんかね、すごい丁寧にマッサージしてもらったんだけど、ちょっと力が強めなんだけど、送信と、なんだろう、普通のなんかリラックスっぽいエステの間みたいな感じだったから、すっごい疲れも取れた気がして、すごく良かったです。見て、かわいい。こんなのがありました。すっごい一個一個シール丁寧にして、ご丁寧に書いてくれてます。ありがとうございます。はい、終わりました。エステが終わったので、続いては美容院に行きたいんですけど、2時なので、いつも美容師さんにお世話になっているので、ちょっとお土産を買ってから行こうかなと思いますので、この辺でお土産買います。なんかめっちゃ混んでる。え？あ、なんか新しいお店できてる。パン屋さん？何なんだろう。多分パン屋さんです。そして私が、この、ディナスターは私が大好きなトリュフのパスタが、前、オープンしてすぐの時食べたんだけど、めっちゃ美味しくって。あ、もう着きました。その、隣にあります。え？これ？あ、こんにちは。撮ってます。すごい、渡辺さんに出会いました。じゃじゃーん、イエーイ。ストライブじゃないよね。あ、YouTube なんかパン屋さんが今パン屋なんテーションでやってて。あ、そうなんですね。そう、パンくれないかな。くれないかな。なんかストーリーとか流せる？え、流せます、流せます。じゃあちょっと聞いてみる。え、ありがとうございます。すごい、なんとパン屋さんです。新しくできた。美味しそう。チヂク、めちゃくちゃおしゃれ。天井すごい、めっちゃ種類ある。パンゲットしました。嬉しい。美味しそうだった、めっちゃ。ここ行きました？このリナストア行った。何食べました？覚えてないから。え、本当ですか？やっぱ普段からいいもの食べてるからね、渡辺さんはね。あなたに言われたくない。いやいやいや。卵かけご飯ぐらいですか？いや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 。どうする？パン食べながらやる？いいんですか？お茶もあるし。じゃあ1個だけ食べたいです。あ、どうぞ。ありがとうございます。こんな優しいとこある。はい、こんにちは。パン食べながらお願いします。Thank you.
はい。あとはシャイニーオイル。ジェル。ジェル。だけどほぼオイルかな。ほら、え、すごい。すごい巻いたみたいな。すごい。かわいい。皆さん、じゃん。はい。わーい。ありがとうございます。はい、かわいくない？もう秋っぽい髪の毛になった。はい、美容院が終わりました。すっごい秋っぽい髪色になってすっごく嬉しいです。ということで次が3時、4時ぐらいなんですけど、次が18時にまた別の場所で、今度ピラティスがあるのでそれまでに夜ご飯を食べたいと思います。この辺表参道なんだけど、何にしよう。和食屋さんが確かこの辺にあるのでそこに行こうかな。じゃーん、玄米、鮭、ポテト、サラダ、オニオンスープ、アールグレイティーです。美味しそう。パリア大好きなところ。ということで一人での食事です。いただきます。なんかさ、一人でご飯食べること結構多いから定番って感じですね。美味しそう。めっちゃご飯入ってるね。あの突然なんですけどピラティス行ってきました。もう終わっちゃった。あのね、動画は回せなかったんですけど、すごい筋肉痛になりました。でも元気になった。なんか運動してるとすごい元気になるよね。ということで今日はもうお家に帰ります。やっぱり Vlog の撮り方慣れてないね。なんかもうちょっとちゃんと Vlog 撮ろうと思います、次は。ということで見てくれてありがとうございました。ではまたねー。バイバーイ。